遅れてるよ。はい。これが先日撮ったあなたたちのプロモーションムービーよ。いやー、何あのウエスト、残念すぎる。あと2センチ、せめてあと2センチ引き締めなかった。今さら言っても無駄よ。もう秋バスターだけでなく、ネットで全宇宙に配信されてるわ。そんな、全宇宙にくびれのないアイドルとして指令を渡ってしまう。いい？お客様への77期生お披露目ももうすぐよ。ステージではなく、芸能望遠鏡の星での握手会になるわ。握手会でお披露目？そう。AKB0048 にとって、握手会はとても重要な場所。お客さんたちと直に触れ合えて、生の意見を聞ける最高の機会なの。さあさあ、高見野さん、ゆきりんさん、さやか、おはようございます。おはよう。うちらはさ、会いに行くアイドル、そんでもって触れ合えるアイドル。握手会での対応はこれからの人気に大きく関わってくるんですよ。このチャンスをものにするにはまず心を込めた力強い握手で、バッチリ目を見て笑顔。ファンの皆さん一人一人を認知することも重要です。認知？名前や顔、話した内容などを覚えることです。すごい。あとは私服。握手会だけだからね。うちらが私服でそれぞれの魅力をアピールできるのは、ファンの方に好かれるのもがっかりされるのもここがポイントですね。服がそんなに重要だったなんて。どうしようどうしよう、私ちゃんとした服、学校の制服しか持ってない。貸してあげようか。私のもよかったら。本当ですか？やめとき。高見菜とゆきりんが来たらダサ私服のツインタワーだよ。え、何を。だって本当だ。私服か。レッスンは午後からだし。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。ねえ、もう着替えた？ちょっと待って。じゃん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 。キャー、もうわかんない。頭がのみのみするのみのみ。私2000しかないよ。最初から買えないじゃん。はあ、結局何も買えなかったね。
渚、制服だけはやめなよね。え、なんで？郵便来てたよ。見て見て、ほら、折り根にファンレター。すごい、すっごい折り根。そんな、私まだお披露目も。あの研究生のプロも見てくれたんじゃない？折り根、羽をお互いされたんだよ。あ、手紙じゃなくてデータだ。じゃあ携帯で再生しよっか。うん。わあ。間織根さん。勘違いした愚かなメス豚。サシコには二人力を極限にまで高め、負のオーラを正のオーラへと昇華させる特殊な力が必要。お前はおどおどしていて気持ちが悪い。踊りも下手で覇気がない。プロとしての花がない。そんなお前がサシコになろうなど、天に唾する調子づいたザレ言。AKB0048 にもうやめよ。間折り合いない。それは私の愛する00に汚れた歴史が刻まれることだ。次の握手会までに00をやめろ。出ないと握手会会場を爆破し、お前の00人生を。何を勝手に見ているの。翼さん、ファンからの手紙はこちらで調べたものしか受け取ってはダメ。まだ来るはずないと思っていたからチェックが甘かったわ。オリネ、気にすることはないわ。こういう手紙はよく来るのよ。でも先代のサシコはまだ2年前に卒業したばかり。とても人気があったわ。人気があり目立つメンバーにはその分アンチがつきやすい。そしてその座に憧れるメンバーにも。アンチ。このくらいでくじけていたらこの先もやっていけないわよ。でも犯行予告が。デス軍と戦う AKB0048 が犯行予告ぐらいでひるんではいられません。毅然とした態度で臨みなさい。一人のアンチのために多くのファンを悲しませる、そんなことは許しません。さあ時間よ。レッスン場へ移動しなさい。はい。おどおどしていて気持ちが悪い。腰を入れる。はい。踊りも下手で覇気がない。プロとしての花がない。何ボケっとしてるの、オリネ。すみません。いい加減にして。あんなことくらいで動揺して、そんなことで襲名メンバーになれると思ってるの？ジェリー、あんたそんな風に言わなくたっていいでしょ。オリネ。ちょっとちょっと待って、オリネ。どうしてあんなこと言うの。ジェリーだって見たでしょ。あれ、あんなの見ちゃったら誰だって普通じゃいられないよ。困るの。え、あの子にあんなことで諦めてほしくない。そうでないと叶わない、私の夢が。夢？私たちの。ねえ、それってもしかして。ああ、もうしょうがないわな。ちょっと呼び戻してくるから、とりあえずあんたたちは続けなさい。はい、はい。あ、ジェリー。うう、限界限界。おーい、どうしたの？大丈夫？オリネか。え、どうした？はい。ごめんなさい。誰だってアンチはいるよ。高見菜さんにもですか？そう。高見菜は00のキャプテンポジションを義務付けられてるからね。頼りない、オーラがないって散々だった。今だってそういう人はいるよ。
どうしてそんなひどいこと。ひどいことだって思ってる？うち用足しに来たんだった。限界超えた。私親がいないでしょ。でも渚というか大切な友達がいてくれたし、工場のおばさんたちもよくしてくれた。それでもどこかで思ってたの、誰も私を見てくれないって。そんな。誰かに見てほしかった。でも誰かに見られるってこんなに怖いことなんだね。大丈夫だよ。私握手会に出るから。高見菜さんも誰だってアンチはいるって言ってたし、ゼロゼロになるってそういう方だもんね。オリネ。オリジナルの握手会は個別と全国という2つの形式があったそうです。でも0048の握手会ではそれを合わせた形になっています。うわー、すごい人。例になってるんだ。始まったわ。あなたたちの握手は13時50分から。午後から休憩に入るメンバーのレーンに入ってもらいます。あなたたち77期生は4人と3人に分かれて2レーン。着替えを済ませたら時間まで待機。いいわね。はい、はい、あ、そなた、それで出るの？今日のうさ耳だよ。あ、やっぱり制服。ほらほら、一応清掃だし。まあ、問題はそれより、何その格好、本気なの？本気じゃない瞬間なんて、私にはないけど。はぁ？もしかして家に連れ戻されないように？あー、もう私の貸すからこれ着ないよ。ほら。無理しなくてもいいと思うよ。この格好もボイシでいいと思うし。ありがとう。ごめんなさい。オリネ、大丈夫？オリネ。さあ、そろそろ時間よ。オリネ、行ける？はい。私たち、オリネのことをちゃんと守るからね。そなたも仏像も守るよ。仏像はそなたとオリネの立派な盾になるよ。待って、言うな！ありがとう、みんな。ガラガラですね。当然といえば当然だけど、きつい。あの、アイダ・オリネさん？はい。お披露目ビデオを見て、あなたのこと、かわいいかわいいって大騒ぎだったんですよ、この子。オリネのファン？すごい！ほら、弥生、握手してくださいって。握手して、ください。オリネ、頑張って。うん。私の握手第一号。ほら、お姉ちゃんにありがとうって言わないと。ありがとう。え？ありがとう。ありがとうね。よかった。どうしてあんたまで泣いてんのよ。だってだって。お前出るなと。
言ったのに。ジェリー、なんだよお前。はじめまして、77期研究生のそのジェリーです。今日は来てくれてどうもありがとう。まさかあんた。違うよ。いいの？それにオリネはあいつにひどい目に遭ってんだよ。でも来たわ。ですよ。です。上空にデスの無人機数機と輸送機を確認。降下部隊の可能性が高いわ。襲名メンバーはファンの安全を確保。研究生は迎撃、思いっきりやりなさい。私たちだけで敵と戦うの？
アイシは怖いけれど優しい存在なんだ。おとといやがれ、思い知ってか。済みよ。やはり間織根は幸子には向いていない。まず戦い方が弱々しい。幸子は確かに雑だが、あんなに弱々しくはなかった。オタがいたからいいものの、一人だったらとっくに捕まってるぞ。ハンデの長い髪も武器にするくらいが幸子というものだ。だがどこまでも生真面目なところは幸子と共通している。叩き上げればそれなりに、まあ可能性はあるだろう。ちょっとちょっと、褒めてるよ。やっと強い。初めてのアンチ、それは私にとって怖くて、でも優しい初体験。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。